ゴルフバカの野望へようこそ。今回のゴルフバカは全クラブ14ショット一発撮りの企画14ショッツ。練習ではバチバチ当たるのに、本番では普段やらないようなミス、ゴルフバカもやっちゃいます。練習と実際のラウンドの違いとは何か。傾斜やライももちろんありますが、周囲の視線、一度しか打てない重圧、スロープレー禁止の焦燥感。そこで思いついたのがこの14ショッツ。カメラの視線、打ち直しできないプレッシャー、連続打ちのスピード感で実際のラウンドのような緊張感を再現。今回はフルスイングというインドアシミュレーターを使って14本のクラブを素振り1回連続でショットします。カット編集なしの一発撮り、失敗しても打ち直しはできません。それでは14ショッツ、レディーショットです。始まりました14ショッツ。導入の盛り上げの割に58度で静かな立ち上がり。打ち込み気味でスピンが少ない気もしますね。続いて52度。これはまずまずですね。呼吸を整えて素振りは1回。ピッチングは遠寄りのヒットで飛距離がいまいちです。やはり緊張でしょうか。9番アイアン。これも薄めの当たりです。ダフルよりはマシといったところ。70点。8番アイアン。これは明らかなダフリです。先っぽでペラってますし、実際は50ヤードとかの当たりですね。7番アイアンは綺麗に当たったようです。少しフェード気味ですが、80点。6番アイアンもいい感じですね。緊張が少し解けてきたかもです。5番は捕まり気味ですね。一度ですがフェースが閉じてます。もう少し閉じちゃうとチーピンになるやつかな。5番ユーティリティは、ヒール寄りの当たりですが結果は強一ですね。続いて同じくユーティリティ4番。少し球が上がりすぎてますね。5番ユーティリティの方が距離も出ていました。
本番でもよく起こる現象です。さあ残り4本、2番ユーティリティ。アゲンストや打ち下ろしで低い球を打ちたいときに使うみたいですが、曲がりも一番少ないようです。5番ウッドはどうでしょう。ドライバーが怖い時によく使いますが、最近はこれも本番でチーピンフックして悩んでいます。ここではうまく打てていますね。さあ締めくくり、ドライバー行ってみよう。やはり失敗できない緊張で心拍数が上がってます。なんとか力を抜こうとしてますね。少し下目に当たりました。手玉が低いです。でもこれが本番で打てたらハッピーですね。おっと、忘れてました。最後はパター。気持ちを落ち着けて、イメージは20メートルのロングパットです。センサーに当たって跳ねましたか。5ヤードキャリー、トータル10ヤード、ありえない数字です。おまけみたいなもんですね。はい、いかがだったでしょうか。だいたい 7,80 点な感じですが、許されないミスショットはダフった8番アイアンかなと思います。芝からだと数十ヤードしか飛んでないかな。ドライバーから打つのも考えましたが、最後に持ってきた方が緊張すると思いました。あ、最後はパターでしたね。なぜか5ヤードキャリーしてますが、このシミュレーターはパターが苦手なので許してね。この14ショッツ、実際やってみると途中ドキドキして本当にラウンドの時のような緊張を感じました。練習ドリルとしてもいいと思いますので、皆さんもやってみたいって思ってくれたら嬉しいな。高評価ボタン、チャンネル登録ありがとうございます。とても励みになりました。ゴルフバカの野望、最後までご視聴いただきありがとうございました。ゴルフって最高に楽しい。